皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。さあ三谷さん、はい、ついに私たちのこの喋るネタがなくなりましたどうしたらいいんでしょうか。なんとかなります。やっぱり今までまだ食料がこのぐらいあるから、うん、なんとかなんとかってこう引き伸ばしてきたんですが、ね、ちょっとずつね食いつないでいきましたけど。そうなんですよね。食いつなぐといえば、はい、ありますよ。さすが直感の三谷さん。え、土鍋の話しました。してない。もうね、食いつなぐでもういいもの出してくれた土鍋いいよね。僕が今回買った土鍋はですね、うん、ハリオっていうコーヒーメーカーが作ってる土鍋なんですよ。だから蓋の部分が、うん、あのコーヒーメーカーの会社だからね、ガラス製なんですよ、うん、だから何がいいかっていうと、うん、もう僕の子供の頃の夢だった、うん、ご飯が見えるんですよ、炊けるご飯が。あ、なるほど。でそんなにびっくりするあれだっけ、あのいや、もっと驚いてくださいよ。炊けてるとか見えるんですよ。それで僕が分かったのは、うん、お米っていうのはですね、うん、僕ら騙されて、今までお米あいつらに騙されてたんだけど、うん、じわ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 炊き上がるんじゃなくて、うん、むしろ火を止めて蒸らす、うんうん、あの瞬間からあいつらは膨らみ始めるんですよ。へえ、すごい。そうなの、うん、膨らむのあれから。なんかだって少しずつ見てるとどん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 でかくなってくる。そんなに見たことだって飽きるもん。山場がないじゃん物語にすいません、視聴者の悪いところ言っちゃって山場ね、まあ起承転結で言うと点がないってことでしょ、まあ、沸騰点のことかな。沸騰点だな。10分強火でやるんですよ、はい、うん、そしたらこうもわもわもわってこう、うんうん、まあ、そこはある種のクライマックスであるんですけど。そうですね。泡吹いてきて、うん、でなんか上に保湿するみたいな風になってて、蒸気でへぇー、いや大丈夫です、あのピピ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 、違うって言ってるわけじゃないんです。今は結構正しかった。でもなんかあの暖かくなってきました。状況もちょっと見えてきました。なったら止める。へえ。あとは15分蒸らすだけなんですよ。ああ、本当。すごい簡単だし早いし。うん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 。まあその代わりっていうか、へ、まず30分ぐらい、浸水っていうんですけども、うん、あの浸しとかないと美味しいご飯は炊けないですね。へえ、なるほどね。私はさ、うん、土鍋でやっぱり炊くのすごい好きで。うん、浸水はやっぱしとくで、浸水が30分じゃなくてもいいじゃんということで、うん、何回かやっていくうちに、うん、5、6時間でも大丈夫だみたいな感じで。5、6時間その8時間でも大丈夫だみたいな感じで。前の夜からってこと。前の夜でも大丈夫だったかな。なんか意外と失敗しないんだってこと気がする。とにかく蒸らすっていうこと、うん、で、あとあの火力をじわじわした方が、うん、初めちょろちょろ中パッパとかいうのを気にしないで、うんうん、初めから弱火で大丈夫ってのを私は体で得得しました。ダメダメダメ、そんな絶対にいいです。お宅のだってあの洋物から来た、うん、あのハローダイリンみたいなところがやってるわけでしょ。今までコーヒーに抱かれてた女でしょ。うちは違いますからね。まあ外国の方が寿司握ってくれてる違和感は確かにありますけど認めんなよでもとにかく簡単だから、弱火の方がだって難しくないですか。ずっとその見てなきゃいけなくない。見てるっていうか、とにかく30分で炊き上げますっていうのを、6時に炊いたら6時半にはできてるんだからね、うんうん、あとはちょっと蒸らすだけ。でも30分なんだ。そうそうそう、うん、弱火でやっててもね必ず落ちるんですよ。落ちるって犯人と一緒なんですよ。寝ちゃうと、急にお前が犯人だろじゃダメなんですよ、米の方もね、うんうん、あの時何してましたって言って、あ、ただ職務質問してるだけですよって、少しずつじわ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 やっていくと沸騰するんですよ。それこそそこで捕まえる。どこがクライマックスかっていうことになってくると思うんだけど、どの瞬間にお米になるのか、ご飯になるのか。いいこと言うね。私アジアに行った時にさ、うん、タイだったかバリだったか忘れたんですが、調理法見てたらさ、うん、炊くっていう概念がまずなくって、言葉もね、うんうん、茹でるのね。茹でる、うん、そうするとさ、やっぱりなるほど、ちょっと違う味というか、うん、まあ芯もございますし、あっちなちょっと長いしね、炒めるは分かるけど、炒める全然関係ないですね。いやいや、だってリゾットとか炒めるじゃないですか。あ、最初に ね、うんうんうん、茹でるってだからすごいお湯でやるってことだ。うん、そうですね。だから感覚としては米状の野菜と思ってらっしゃる。うん、まあ野菜っちゃ野菜ですもんね。野菜っぽいよね、あの人たち。どう考えても地面から、うん、ただ、まあ、なんだ、栄養成分が炭水化物ってこと、うん、
そうなんですよ。びっくりだね、畑ってすごいよね。豆にしてもさ、タンパク質なのお前。そうなんです、炭水化物でしょ。だから僕はタンパク質豆はね、あ、豆はね、うん、ご飯炭水化物じゃないですか。僕は炭水化物を本当は摂取しあんまりしちゃいけないっていう先生に言われて、かわいそうで我慢してたんですけども、その土鍋をそのいただいてしまったものだから、うん、ハリオだっけ、ハリオの、うんうん、でそれで美味しいってね、冷えても美味しいわけですよ。で食べるとちょっとまた体重が増えてきて、うん、で頭蓋骨をまた矯正して、必ず人に善にするのやめてもらえますか。ただ私もさ、食べることは大好きなんですが、ね、何が一番好きかっていうとやっぱ炭水化物がすごい好きなのよね。パン、スパゲッティ、うん、お米、そば、小麦粉、そう小麦粉類も好きだね、うん、美味しいですよね。ところこれからもお前は一生肉禁止って言われても分かりましたってなるけど、うん、炭水化物禁止は本当に辛いな。でもね、今だの、いいえ、なんだっけ、今です、今ですよ、オリンピック委員会の林先生が、林先生が、あ、いや今でしょの方、今でしょの、はい、林先生が、ね、テレビで肥満児の皆さんを集めてやってましたけど、 あの方も肥満児だったんだって、昔、うん、でその肥満児をね、こうなんて諭すんですけども、うんうんうん、なんで痩せなきゃいけないかとか、とか彼が言ってたのは、あなた方は例えばポテトチップスであってもいいし、まあ、ご飯でもいいんだけど、その大好きだよね、で食べますよね、うん、でもクライマックスは食べた瞬間に来るんだよねって言うんですよ、一番最初に。確かに口だ、あとは、うん、惰性で食べ切るまで食べてると。そうか、だそう思うと最初だけなんだよ君たちが美味しいと思ってるのは。その続き考えました。どうぞ。だから食べたら20分くらい食え、あの一口は飲むな飲み込むなってこと、飲み込むな、まあ、クライマックスいつまでは味わっとくんだな。まあそれもあれだと思うんですけど、ただだからその全部食べなくてもいいんだよと彼は、あ、新しいね、言うんだけど、それを聞いてた肥満児の皆さんはそんなことないっすよ、真似はいいですずっとうまいっすよ新しいおっしゃってましたけど、胃袋でも感じるんですよこっちは。林先生何て言った、何て言った、それ面白いね、まあ、もう忘れちゃった。でもなんかそのやり取りが本当に素晴らしいなと思って。素晴らしいですね。でも林先生正しいとは思いましたけど、そう、この続きはまたぜひ明日。 Yes indeed, much more tomorrow. We're hoping you'll join us. Well, one interesting question about halfway through the